トモです。リオです。よろしくお願いします。さあ、ですね、今ですね、夏休み最終日でございます。はい。で、最終日は何がするのがいいかなって二人で話してですね、やっぱ海見に行くかっつって、で、とある、海岸にやってまいりました。うん、夕日をね、そう見に来た。夕日を見に行こうと。あんまりね、早い時間だとちょっとまだ暑さがあるんで、コロッケがね、やっぱり暑さに弱いので、うん、もう日がもう間もなく沈むぞという涼しい、時間帯を狙って、家族でやってきましたと。行きました。ほんで、さっきね、近くのマクドナルドでドライブスルーして、うん、今からハンバーガーを食べながら海を見ようと思います。トンビはいない。トンビに食べられちゃったら大変だわね。うん、いやー気持ちいいね。最高だね。どうする？ハンガー渡す？作るでもらいたい。うん、バーガーもらうわ。ここじゃない？うん。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。リオちゃんのポテトは？私はシャカシャカポテトを作る前に。あ、もう作った？結構風があるからね。ね、涼しい。いやー、涼しい。景色がすごくいい。海がね、一切映らない画角だったね。そうね、ちょっと後で後ほど海もちょっと見せたいと思います。あ、美味しそう。まあ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 、コロッケ申し訳ないね。おやつも入ってきたからね。うわ、美味しそう。俺はチーズロコモコバーガー。これ私はハッシュドポテトが入ってる限定のやつ。これも期間限定だよね。美味しそう。両方とも期間だ、ね、うん、じゃあいただきます。最高、うん、マジで涼しいね、うん、楽しい。ほら、安心だね。これだけ涼しいとね。砂浜走るの好きなんだよね。うん、昔からね。うん。ほんと砂浜行くとわーって行けるね。ね。うん。もうこれでよかった。うん。この気持ちよさ。いっぱいだとこんなに風がさ。吹いて浴びることはないよね。ね。すいません、カッコつけてサングラスなんかしちゃいました。夏ということで。カッコつけてた。ずっと鏡見てたもん。はい、ずっと鏡見た。出かけるよってなって、早々にさ、玄関行ってもさ、準備完了して靴履いて、ずーっとさ、サングラスかけた人の顔見てたじゃん。その間に私はさ、コロッケ持たないとさ、寝室のエアコンもつきっぱなしだとか、いろいろバタバタ。バタバタしてたね。その間、ずーっと鏡見てた。何回も見かけたけど、ずっと鏡見てました。やっぱ良くないね、サングラスが操作する。ごめんね、リュウちゃん。たまにしかかけないから。たまにしかかけないからさ。でも、ご機嫌になるよね、ちょっと。そうそうそう。上がるよね、そうなんだよ。おいしい。そうそうそう。パラパラって来るまでに一瞬雨降った。うん。そのすぐ後に虹がかかって。そう、目の前でね、でっかい虹がバーっとかかってね。で、その後またこの青空で本当に最高。いいものをいっぱい見れてる。うん。ついてるわ。うん。人はね、まあ、ポツポツいるという感じですけれども、うん、みんな同じような過ごし方して、いや本当に椅子持ってきて食べてね、
タープ立ててやってる人もいるし、うんうん、うめえわ、チーズロコモコ。ほ、うんと、うん、おいしい。これも。ハッシュドポテト入ってる。うん。私、朝マックのハッシュドポテト入ってる。うんうん。あ、それが入ってる感じ。うん。で、絶対ポテトさ、朝マック頼んだし、入れるのマックグリルの中に。で、普通に、昼マック、うん、朝マック以外の時間も、うん、あの、普通に買ったさ、この細いポテトも中で入れてた。うんうんうん。だからこうやってもともと入ってて嬉しい。いいね、よかった。うん、限定メニューやっぱ行きたくなるよね。うん、いつもさ、うん、ダブチでしょ。いつからダブルチーズバーガー好きになった。もうわかんない、いつからだろう。結構ずっとかな。ちっちゃい時は、照り焼きバーガーですよ。うん。なんか、この間友達と話してて、うん、何派みたいになってる。マクドナルド、うん、うん。3人のうち、私含め2人がダブルチーズバーガーだった。あ、マジ、うん、でもさ、多いじゃん。トモさんもそうだしさ。うん、なんかみんなでランキングつけたときに、確かに結構上の方だったでしょ。上の方、ダブルチーズバーガー。いつからそっちにシフトしたのかっていうのを、ダブルチーズバーガー選んでない子が、ああ、いつからそうなったの、うん、みんなある時からダブチーズとかになってないから。なんだろうね。確かにと思って。確かに。いつから好きだったって言われて、確かに小さい時は違う。私チーズバーガー行きたくなった。あ、チーズバーガー。あ、でもチーズバーガーだったんだ。うん、かハンバーガーだった。大人になって2枚。必要になったんだよ、急に肉が。なんか絶対どんななんか口の欲してる状態の時でも、うん、ダブルチーズバーガー間違いないっていう、うんうん、ね、お肉が分厚くてさ、分厚く感じるよね。そう、ほんでね、いっぱい頬張ってさ、でコーラ飲むともう最高なんだよ、うまいな、マック。うん、海にも合うわ。うん、よかった。うん、これでしっかりね、うん、なんか去年の夏にも、うん、最終日海で過ごす。そうだ、ね、本当だ。あんまり奇抜でお出かけすると疲れちゃうから、うん、海でも行って景色見てリフレッシュして帰ろうってなるよね。なるね。結局海がねリフレッシュできるんだよ、なんか、うん、何もしなくたってさ、気分が良くなるから。なんかいいよ、あなた、非常に。あ、いい？なんか海見てポテト食べてる。あ、本当？うん。絵になる。絵になる。ありがとう、嬉しい。よかった。これでね、また明日から頑張れるわ。うん。どうだ。明日の予定は？明日も撮影ですよ。撮影バーってやって会議。うん。いきなりフルスロットルです。うん。いっぱいお休みいただいたから。そうそう。
速攻通常営業。あっという間だったでも休み、うん、やり残したことある。いや、でも大満足。うん、大満足かな、うん、なんだかんだで。ずっと一緒だったね。んずっと一緒だったよね。どういうこと？私が仕事の以外は。あ、そうね、ずっと一緒にいてくれてありがとう。なんか私が毎年高齢で、うん、高校の友達と高校の友達が家に遊びに行く日が必ず夏休みに一回あって、うん、いつも毎年行ってんだよね、うん、友達の子供と旦那さんとみたいな感じで何人かで集まってすごい楽しみにしてるんだけど、うん、今回初めてのお子さんも参加してくれて、そう、お邪魔させてもらって、うん、嬉しかった、すごい。あ、本当、うん、めっちゃ楽しかったよ。本当よかった、うん、みんないい人だったし、うん、子供たち最高に可愛かったし。可愛いよ。なんか夏してたな、うん、そう、夏休みみたいな感じ。夏休みって感じだった、マジで。なんかお友達のうちのベランダがすごく広い。広いんだよね、すごい。ここでもう見たことないようなでかいプールを出して、そう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 、みんなでプールに入って花火絶対してっていう。そう、花火も良かったな。なんかスタートだった。良かったよ。まあね、今日はこの後のんびり過ごしながら、うん、ちょっと海入る、ちょっと、うん、一応水着てるから足だけ入る、うん、泳いだりはできない。泳がないで。今日はちょっと元気ない。いやいやよ、泳がないでもらっちゃうから。じゃあまあ海に過ごしましょう。それでは一旦失礼いたします。失礼いたします。同じことずっとやってる。ずっと同じことしてるんだけど嫌なんだね。海怖いよ、海が怖いですね。綺麗すぎるね。海辺行きたくないんだけど。海の中やだね。砂浜が楽しいね、これは。ちょっとも写真撮る？写真撮る？リオちゃんは今海に浸かってます。いいね。すごいね。いい感じの雰囲気になってきました。最高だね。夕日だね、そろそろ。こんな感じです。楽しんでます。さあ今ね、海を見ながらこんな景色です。最高。マジで最高。ピコロです。さあ、はい、すっかりね、こう新
も落ちてきて、うん、海堪能してね、うん、あとはもう夕日が落ちるもう最高のマジックアワーを見届けるだけだというねスタンバイをしてたんですけれども、はい、しばらくここで、そう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 、どうやらね日沈むのが逆だなっつって、あっちの方に日が沈むんじゃないかっつって、あっちの方に日が沈んでるっぽかった、日が沈んでるっぽいから、あっちにすごい眩しげな光あって、そう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 、こっちはもう早々に薄暗くなって、そうそうそう、これこのまま暗くなるねっつってね、うん、瞬間見れませんでしたが、この辺でちょっと終わりにしたいなというところでございます。最高だったね、でもね、うん、最高だった、夕日見に来たけどさ、全然綺麗な空見られたからよかった、あとマジで本当に最高に涼しい、マジで涼しい、あと見える、あそこで抱えられてる影かわいいね、めちゃくちゃかわいいぞおじちゃんとマグが2人でさ、そうそう、なんかはしゃぎすぎて抱えられちゃった、ワンちゃんもね結構いていいよね、本当に涼しいの、気持ちいいね、これね、ということでね、以上が我々夫婦のまたねコロッケのね夏休み最終日でございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。X のフォローもお願いします。TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。